ち？高校。じゃあ先行でデュエル。デュエルだ。通常召喚。ミドルさあ。いいね、いいスタート。ビフォースサーチ。でも使ってるスリーバーブラックマジシャン。いいじゃん、かっこいい。これ40枚しかない。あ、スインボーでいい。カツカツだな、40枚しかない。逆に、じゃあ連撃のスインボー。あんだけいろんなさ、カテゴリー入ってると、それは40枚で収まんないよ、ね。1枚セット。ターンエンド。だってあの、ビジョンヒーローのさ、光ってない細かいやつとか全員1枚積みだから。4枚、4枚まで。やばいっしょ。カツカツやん、マジで。そう、カツカツなんだよ。今回は、毎回、シンシングル。はい。身長シングルは、オロマイ的なシングルを行うことができる。オロマイ的なシムルブってなんだ。じゃあ他の成功で効果、じゃあ毒マリのニードルの効果でこいつ以外の昆虫をリリースして対象にとって無効にする。単純上で効果無効にするぜ。そう大事。お、珍しく縦に4枚並ぶというかティアマトンかな。もう3枚あるところに取って出してさ、全部ぶっ飛ばしたくない。じゃあドロー、まあ、自分のモンスターとか相手番の話だから3枚メイン。通常召喚早打ちのアルバレスト。おー、蘇生だ。レベル3以下の昆虫を蘇生する。スインボー蘇生。じゃあこのままバトル入ろう、まあ、レキュナイツは出せるからね。アルバレストで攻撃で、その現地の言葉、言葉だー。言葉リーズまでがコスト。対象を選ぶで2枚破壊する。対象どうするかな。ツインボーとバックでいいかな。ツインボーとバック対象チェーンはなし、うん、なし。ネストがネスト破壊されたな。で、じゃあ、でも戦闘巻き戻ってアルバレストでダイレクトアタックでしょ。そうですね、1800、400、2200。まあ全然食らってないな、まだ。まあね、5800あるよ、まだ。じゃあ、話あるリンク。あ、本当にゴムガン、ゴムガン、風に痛い。こうか。どっちの効果かな。丸1の効果かな。丸2か。シンクロ除外して、風シンクロ除外して、同じレベルになるように2枚選んで、相手はランダムに1枚選んで、1枚墓地1枚手札。墓地除外。お、ここにビッグバリスタとのシナジーがあるわけだな。ここ。ビッグバリスタに行けたんだ。いやでも序盤でビッグバリスタ出すとさ、マジ死ぬって。当たり前やん。いいじゃん、やられた時の効果あんねんから。まあね、出しとけモンスター言ってもマグナバレットが破壊効果じゃなかったからそこが出なかっただけだからね、今回は。なんだっけ、手札のモンスターこっちが墓地リバースで。リバース送って、それかサーチか属性送ってリバースサーチ。決戦と継承か、ちょっと覚えておこう。通常召喚権が増えてるので、増えてるんじゃなくて効果で召喚するんだ。効果で、効果でベゴマックス、ベイマックス、ゴムガンの効果増、ベゴマックスを通常召喚、あなたの健康を守ります。効果ベイゴマックスの効果でタケトマト。で、タケトマト特殊さにしたいな。もうシンクロしか出せんし。ドラゴディスってなんだ。電電大光。電電好きだね。スピードロイドじゃん。ビッグ、あ、シンクロ。別にこれさ、ボージェじゃなくてさ、マケンダーマでいいわけだよ。いやでもほら、ここで除外して、しとかないと、ね。これがさ、そう、スピードロイドでいないレベルの風シンクロとかだったらさ、おーってなるけど。まあ、いるし。ビッグバリスタの除外時のダウンのために使ってるから。いや、ビッグバリスタ自分で除外するから関係ないんだよ。墓地に送ってきたい。一体万人増しできるだけなので。じゃあ大変だったな、これで。その500下げるのどんだけ重要なのかっていう。あんだけ豪快な効果してみた。レッドデーモンズだ。シャムルグどうぞ。サーチ取り行います。シャムルグカードさ、シャムルグとお笑い行こうかな。笑い行こうかな。入ってましたっけ。
さは出てる。筋しかないかな。ひな身長。で、自分で色に小獣ゾーモンスターが存在する場合と、このカードとエブリートモンスターを。はい。おなるほどね。はい。ふまふま。めんどくさい効果なんだよ。自分のエクストラ除外して相手の同じのあったら除外するよっていう効果。あ、除外じゃなくて墓地に送ってる。あ、墓地や。あ、じゃあ。ハッピーコンタクター。どうぞ。風2体。なんでこれで縛りがついてるの。相手フィールドに魔法ガードが。ないとき。ないとき。いや、これ。すべてのシムルーが。なるほど。蘇る。相手フィールドのモンスターの数が自分フィールドのモンスターに。蘇って、鳥獣縛りがつくぜ。はい。する気に。リサイトスターリング、効果対象、コンダクター。どうぞ。600パン。で、起動効果で、サーチ。はい。カモス身長で。身長シムルグのサーチ。はい。エルブルス発動。はい。ちょ、まいか。エルブルスの効果を発動。風鳥獣がいるとき。鳥獣を出すことができる。お、彼氏の方。シムルグはアドバンス召喚。彼氏の方出てきたぞ。本当はアドバンス召喚したときに出てくるやつだけど、うん、まあ、別にアドバンス召喚してますよ。まあ、いいか、これで。よし。全部ぶっ飛ぶな。バトル。ここに、弦とかはかかってない。ない。とりあえず、王者か。反射を反射を外す。普通に丸まった2500いったね。うん、コンダクター28になったらコンダクターですげー1800ダメージ、はい、で、4000ダメージ、うん、OK OK 3200になってるから700ダメージかな、うん、残り3かセットからターンエンドじゃあ俺のターンだってこれもしスタンバイメイアドバンス召喚したのが失礼しましたレディナイト追加召喚それで、蘇生の攻撃じゃあやりますかダークネスシムルグは鳥獣をリリースすると魔法トラップの効果を無効に破壊することができるそういえばそうだハッピーコンダクターというリリース用のモンスターがコンダクターをじゃあまあいいか、ES してしまおう自分の方で銀行はい、バリン辛いなだろうね、めっちゃ当てにしてたもんなんか動き的にこいつダークネスシムルグの制圧効果忘れてんだろうなと思いながらいや、電電代行効果でみんながそこに当てた特殊さんはいウカ発動ふか、ふか発動リリースしてコストでリリースしていけにえしょ、いけにえに捧げてあー懐かしいテキストだなレベル2の昆虫読書が召喚まあまあまあ、うん、で特殊召喚成功時にある、うん、だよね召喚特殊召喚でしょそうです B フォースモンスターサイズまあとりあえず特殊召喚風でドローンにかけるしかないんだったらもうかけてもらってですねかけそっか、昆虫縛りついてるから、その分バレルガード出ねえやん。あ、引こう。装備はできないよね。手札がないからね。うん。電電代行だしね。よし。ゴムガン。昆虫。やっぱり SR と噛み合ってねえじゃんか。全然噛み合ってない。今のところ噛み合いを全く感じない。いやまあゴムガンはほら若干噛み合つ。いやあれは噛み合ってるとは言わんよ。だって負けんだまねんだから。もう足りなくなってんの。そうだよ。悪さしかしてねえ。それがなければまだ言い訳には使えたと思う。どう。いいとこ。ハッピー。ハッピー。ハッピーだんか。いや。ミストか。ミストレーン、ネムルグをハムルグに変えとくかなって。ハムルグ触っとけば、確かにハムルグもあれだし。
さえてない選択肢か。単品だとどうしても強いのは眠るくなるんで、どうぞ。そうそうそう、迷うよねっていう。エンド時にできるんだったら、うん、エンド時にやってた、ね、ってことでドロー。使ったから言いたいほど気持ちが分かる。さあ追加が出ればほぼほぼ終わりという盤面。どうあがいても次に出ちゃうんだよ。で、チョメチョメが存在するとき特殊感できる、特殊感して特殊感で、バックがいないので特殊感、はい、強いね。いやー強いね強いね。サングリーナイチンゲー素材になったサファイアの効果でゴチの英語やっつと、はい、強いな。800の4回攻撃締めて3200は100残る。残念でしたね。綺麗には割らないぜ惜しかったな。ダムルグでも殴んないといけないってわけや。ということでバトルダムルグで目の前にダイレクト通したガムが綺麗800 3200からのネムルグでこっち殴っても変わらないな。ございます。終わりでーす。終わったー。じゃあ俺ともやろうぜ。最後最後やっぱりな、最後